はい、こんにちは。本日はこういうまた鉄道模型になります。これ本気で新品なのかな。新品の EF210100型、 GPS なし、買っちゃいましたよ。もう品薄でないんですよ、どこも。品薄か高騰してるか中古かみたいな。中古買うの怖いし。ということで、これ前から欲しかったんですよ。再販した時に買わないとまた3、4年とか4、5年出てこないから、とりあえず新品かどうか証拠写真、証拠写真でね。こういうのって袋に入ってなかったっけ。未走行新品って書いてあったよ。さあどうでしょう。あ、ガチの新品だね。ガチの新品。不具合とかないといいけど。かっこいい。やべえ。あれ、屋根がシルバーじゃなくなったんだ。あれ、シルバーじゃなかったっけ。まあいっか。なるほどね。めっちゃ綺麗。トミックス製品は初めての購入になります。あ、この JR マークは最初から貼ってあるんだ。トミックスのは高くて手が出ないんです。ちなみにこれ定価36,900円だったかな。でもなんか高騰しちゃってて4万とか5万とかになっちゃってて買えないみたいな。いいね。ちょっとこれはパーツをつけてまた軽く試運転したいですね。とりあえずそんなとこで。加藤のだと安いんだと1万円ぐらいで買えるのに3倍以上の値段するんですよ、トミックスだと。そんなに性能は良くないのに。ただディティールはいいみたいですけど、あの再現度が。ということで、また後で別動画出します。以上。